カニカニ浜風。こんにちは。ここは JR 西日本大阪駅ですけれども、季節列車カニカニ浜風が止まってますね。本日11月の13日土曜日、ズワイガニの美味しい季節ということで、期間限定で運行される、通常の浜風とは違うこのカニを食べに行くことを、まあ、前面に押し出した浜風、カニカニ浜風というなかなか面白い名前なんですけれども、これが時期になると一往復運転されます。6両に増結をされております。改めましてこんにちは。ここは JR 西日本大阪駅です。 JR 西日本よりお得な切符の一つの種類として JR 西日本どこでも切符というのが発売をされておりまして、今回その中の一つ JR 西日本関西どこでも切符という切符を使って1泊2日の鉄道旅行に出てみようと思います。それがこちらの切符になるんですけれども、通常の JR 西日本どこでも切符であれば、JR 西日本管内すべて乗り放題ということになる2泊3日の、22,000円、1人22,000円の切符なんですが、JR 西日本関西どこでも切符というこちらの切符については、関西ということで、乗車できる範囲がこの切符に印字されております地図の範囲に限定をされます。そして有効期限も、関西2日間用ということで、2日間ということで1日少なくなっておりまして、値段が、ね、1万円ということになっております。つまり1万円で2日間、この県に書いてある県名に書いてある区間内であれば、これご覧の通り、ね、新幹線特急含む列車に乗り放題というなんとも、ね、ぶっ壊れた切符になっております。まあ、もっとも2020年にこれよりもっとぶっ壊れた切符があったんですけれども、そちらはね、どこでもドア切符というやつなんですが、2名以上でないと利用することができないという切符で、1人でね旅をすることが多い鉄道ファンにとってはちょっとうーんという感じの切符だったわけです。ところが今回のこの切符に関しては1名から利用ができるということで、また話題が沸騰しました。ちょっと字がちっちゃくて見にくいですけど、ね、大阪からこう出まして、敦賀から下は新宮、和歌山新宮、そして、上は鳥取、南、西の方は倉敷まで乗ることができます。あと小島ね、JR 西日本管内まで、そこまで行くことができるという切符で、特急に関しては、指定席6階まで、指定をすることができるということになっています。ここに星が、ね、6つついてますけれども、これは6回指定をしましたよという、すでに指定済みですよ、そういう星です。1回指定するために星が1個ずつついていくんですけれども、私はすで、に指定をした状態でこの切符を発行したのでこのようになっております。で今回、ね、これで何をしようかというわけですけれども、この区間内に走っている特急列車、平日にしか運行しないような曜日限定の特急列車は除外しまして、日常的に走っている特急列車の種類すべての列車に、何とかして乗ることができないかなということで、ちょっとやってみようかなと思っております。よろしくお願いします。この切符の範囲内で乗れる特急、日常的に走っている特急といいましても、サンダーバードみたいにね、こう定期的に1時間に1本とかで走っている特急もあれば、1日にね限られた本数しか走っていないという特急があります。この大阪を起点とする特急、1日に限られた本数しか走っていない起点の特急、これはそのタイミングに乗らないとね、全ての特急に乗ることができませんので、まず最初にこの大阪駅から出発するということで、ここをね起点とする数少ない特急、1本しかない特急、このまず飛騨に乗ることになります。ワイドビュー飛騨高山駅、こちらまずこの特急飛騨号にて米原まで向かいます。大阪側の先頭車こんな感じでパノラマワイドビューになってますね。最後尾になるんですけども、私先頭も好きですけど最後尾も、ね、結構面白いと思うんでね、最後尾空いてたら撮ってみようかなと思ったんですが、残念ながらすでに埋まっておりました。すごいですね、さすが土曜日といったところでね、ほぼ満席ですね。もうこれ中に入ったら外しか撮れないな。お、中に自動販売機もついてるわ。さすが長距離走る特急だけあって、こういったものもついてますね。
で米原に到着をいたします。はい、米原に到着しました。先頭側はワイドビューならぬナロービューひだ号ということで貫通扉になっております。これは次は大垣なんですけど、岐阜で名古屋からやってきたひだ号と連結することになるわけです。駅に到着しました。ここから先へはこの切符では行くことができませんので、ここから敦賀方面へ上がることになります。次に乗り換えますのは特急白鷺3号金沢駅9時56分発。この切符ですけれども、この1万円の方の切符ですね、それが有効な可能な区間というのがこのベージュの色で飾られた線区間、ここは全て有効ということになっております。この区間の特急列車新幹線に乗ることができるということになっておりまして、今がねこの大阪からこう米原書いてないですけどね、この辺米原まで来まして、ここからこちら側にこう向かいます。で、敦賀まで行きます。で、今度敦賀からまた特急列車に乗り換えるわけです。今回の企画をやる中でこの大阪から米原まで走る特急というのが本当に数が少なくて、それこそ今の日だとかしかないので、これにね絶対どっかで乗らないといけなかったわけですね。それで今回一番最初に持ってきたわけです。次に乗り換えます特急白鷺3号金沢駅3号ということなんで、朝一の列車ではないんですけれども、この行楽シーズン紅葉シーズン土曜日の朝の列車ですから、おそらく自由席満席になっていると思います。敦賀までは30分ほどですので、もう最悪立ち席で、もう仕方ないかなということで、立って乗ることも、考慮しています。これ北陸線の0キロポストですか。なんかえらい可愛らしいですね。金沢方面からやってきた白鷺4号の名古屋駅です。結構人は乗ってますね。下ってくる列車なんですけれども、乗車率3割といったところでしょうか。グリーン車はガラガラか。やってきました特急白鷺3号金沢駅、10分ほど遅れて米原駅に到着します。列車は6両つないでおりますけれども、この駅で、後ろ側、今通過した私の後ろ側に3両増結して9両となって、今入ってきた方向へ向かって出発していきます。自由席は、5、6、7号車の3両なんですけれども、7号車はこの駅で増結される3両の中に含まれておりますので、1両丸々自由席すっからかんの状態でここで乗ることができるわけです。さすが行楽の土曜日といったところ、ものすごい数です。多分この駅でもほとんど自由席も埋まっちゃうんでしょうね。ようやく2本目の列車白鷺、特急白鷺3号金沢駅に乗車します。3号金沢駅にて敦賀までやってきました。自由席にちょうど座れてよかったですね。敦賀駅、おそらく新幹線開業関連と思うんですが、高架の工事が進んでますね。いやすごいな、あそこからトンネルからこうぶち抜いて出てくるわけですね。
さてこれで、2本の列車に特急列車に乗りました。もう私の持っている今回の切符はこの敦賀から先、北方面へ進むことができませんので、ここから今度湖西線経由で、京都方面へ戻ることになります。自由席でしたら座っておりましたらあの検察の車掌さんいらっしゃいまして、じゃあはいはいっつってこうあの切符を見せました。そうするとね、どちらまで行かれますか。私が持ってる切符は2日間に1万円のこの敦賀までしか来ることができない切符だったんで、敦賀までです、はいわかりましたつって返してもらったんですけど、別に生のこうハンコねこうピッとこう押してくれたりとかするのかなと思ったんですけど、そういうのなかったんですよね。やってくれたらこうね、自由席でも一応あの特急に乗ったっていう証になるかなとか思ったんですけども、そういうのがないんで、もうこの動画で記録を残すしかないというわけですね。今回のこの切符、一応この敦賀からもね、こうニョキッとこっちの方に伸びてる、これ小浜線なんですけど、小浜線にも乗ることができるんですが、小浜線には残念ながら特急列車が走っておりませんので、湖西線経由で、京都の方に向かいます。サンダーバードに乗るわけです。恐竜王国福井、恐竜をしている福井でもあるんですけど、これ後ろやってきました。団体と書いてます。これ確かあれだな、なんか姫路から来るやつだったかな。姫路発 でこの福井とかの方面、金沢方面まで観光が直接乗り換えなしでできますよっていう、どこのツアー会社か忘れましたけれども、の団体列車だと強運行日だったのか、多分そうですよね。団体姫路からやってきたはずですね。ずっと普段なら大阪より西側には行かない列車だと思うんですけど、でもこれ白鷺の編成だな、サンダーバードじゃないな、まあ、もしかしたらちょっと違うかもしれないんですけども、まあ同じような団体列車が走っているということですかね。名古屋方面から来たのかな、ちょっとよく分かりません。団体列車はおそらくまあ臨時のダイヤで運行しているものと思われるんですが、止まるんですけどね、団体なんでドアは開かないということで出発していきます。これ多分金沢行きだと思うんですよね。団体としか書いてないんですが、うわいっぱい乗ってるわ。いやいいですね。ということで次に乗車しますのはこの特急サンダーバード16号、京都方面大阪行き11時16分発、こちらにて京都まで向かいます。向かいますというかね、今朝方先ほど飛騨25号で通り過ぎてきたんですけど、京都まで戻ります。朝ごはん食べてないんでね、なんかちょっと食べようかなと思って、ここで本当はね50分余裕があってなんか食べれるかなと思ったんですけど、遅れてた関係で30分ぐらいしかね時間がないということになりましたので、特に何も考えてないんですが、サンダーバードの自由席がねもしかしたら空いてる、空いてたら中でご飯食べてもいいかな、ちょっとよく分かりませんね。現在封鎖されてます6、7番乗り場の奥ですが、この奥には今建設中の高架駅がありますんでね、新幹線の駅ができ次第ここが開通してこう、抜けられるようになるということかと思います。敦賀駅の現在のコンコース、は、コンコースというか出口はね西側ですね。待ち時間の間コンホームにいるのもね、なんかもったいない気がしたので改札を外に出てきました。これ北が下っていうなかなか珍しい地図、珍しくはないかですけれども、敦賀といえば一番近くにいるこの気比の松原ですね。三大松原の一つだったかと思いますけれども、初めて敦賀で降りましたけど、こんな駅前雰囲気いいですよね。綺麗に整備されてるのかな、新幹線開業に向けた整備かと思うんですが、駅前でもねこんな古いこう古い感じの旅館があるんですよ。いい雰囲気だな。これ多分昔からあって、本当に昔からあるやつなんでしょうね、こういう佇まいをしております。こういうとこいいな、泊まってみたいな。下にはレストラン別のお店が入っているようですが、今日は残念ながらねあと15分ほどでやってくる特急サンダーバードに乗らないといけないので観光はできません。もともと40分しか滞在時間取ってなかったんですけどね。面白い行き先表示ですね。山と書いてあります。11時10分発の名古屋行きの白鷺号が今ちょうどやってきたところです。この6分後にやってくるサンダーバードに乗車します。乗車率どんな感じでしょうかね。サンダーバード今日は12両フル編成での運転だそうです。前に3両同結編成がついておりまして、後ろに9両基本編成。さ
すがのサンダーバード号、なんと自由席はほぼ満席、座るところはございませんし、通路側は空いてますけどね。やたら豪華なこの車内案内。今日もここ何ですかこれ。携帯電話との通話にご利用いただけますということで、なんか部屋が準備されてますね。最初喫煙室かなと思ったんですけど、特にそういうわけでもなくて、こっちにいっぱい電車が止まってますね。いやいいな、楽しい楽しい。あ、ちょっと取り過ぎました。さっきあの奥にね、トワイライトエクスプレス仕様の EF81 がいたんですけど、取ることができませんでした。次の停車駅はもう京都、そして新大阪、大阪ということで、私は次の京都で降りることにします。デッキでね、こう電話してくださいっていう時代はもう終わっちゃったんですかね。こんな風にあります、2つありまして両方空いてますんで、せっかくならこの中に入って喋りましょうか。いやこれいいなここいいぞ。ウォッチには最高の空間じゃないですかこれ。私の顔暗くなってるけど、もう別にどうでもいいんですよね。こう撮ったらいいかな。いやいいなこれ。あ、なるほど、 SOS ボタンまでちゃんとついてるんですねここにね。この、まあ、携帯電話で通話する方がね2人以上来られたら私は出ますけど、向こう空いてるんでね、まあいいんじゃないかなと思うんですけど。いやここいいぞ、もう完全にもう個室ですよ。ほら全部閉じてるしね、いいじゃないですか。ちゃんと窓もあるよ。今度左側、進行方向左側、琵琶湖が見えてくるはずです。その前にあのループをね抜ける、ループ、こっちはループするのかな。ちょっとずつこう上がっていきます。おー、これですね、今のが、上り線下り線がこう今交差して、こっちの方がちょっと高いところが上がっていると。確かなんか十津川警部シリーズで、あそこがねなんかトリックに使われたりしたことがあったかと思います。おー、結構いい眺めですね。白鷺に乗っていた時はさっきのあの下の方の線路走ってましたんでね、この眺めはなかったんですけど。おー、綺麗綺麗、竹林だいぶなんか錆びれて白くなってますけど、ちょっとだけここにこうスペースがありますんでね。でこのバーもあるでしょう。カバンをこんな風にして置くこともできるんですよね。あ、これいいな、ここ荷物置きまである、最高の立ち席だよ。あまり時間がなかったんで、もうご飯こう食べれなかったんでコンビニでパン買いました。ここで食べましょうね、もうここなら食べてもね、まあ、文句言われないでしょう。ゴミ箱もすぐそこにありますんでね、ゴミもすぐ捨てることができます。今、新引田の駅を通過しましたね。北陸線と分かれました。あちらが北陸、米原方面行く北陸線。そしてこちら、湖西線ですね。京都方面へ向かいます。近江、塩津の駅を通過。ここの駅過ぎるとね、線路がバーッと分かれていくんですけど、近江、塩津って意外と何もないとこなんですね。新快速でね、近江、塩津行きとかいうのがあったような気がするんですけど、あちらが北陸温泉、先ほど走ってきたところですけどね、分かれていきます。さようなら。また京都で線が合うわけですけど、合わないか、米原からね、まあ、下ってくるわけです。あれは米原からの北陸線なんで。でこんな感じでね、いい眺めがこうバーッと広がるわけですね。先ほど向こうの北陸線からね、この湖西線の高架が見えてね、あすごいな、あんなとこ走ってるんだな。そしてあれ見えてきました。はい、琵琶湖でございます。琵琶湖の入り口、入り口っていうか琵琶湖の入り口はね、あの全部の山なんですけど、で出口がね1個しかない、あの淀川ね。いや、あの淀川っていうのは淀川の方になって淀川なんですけど、上の方は何川だったかな、どの辺りか分かりませんけれども、メタセコイアの並木道がねずっと奥に続いておりまして、綺麗に赤くオレンジ色に紅葉してましたね。いやいいな、お、いいね、近くなりましたね。これもっと近くなるのかな。あんまりその琵琶湖のキワキワは走らないんですけど、湖西線は高架で、高架というかあの高速運行ができるように設計されている線路で、全部ほとんどが高架で踏切がないところなんですよね。だからちょっと高いところ走るんで、こんな感じでね、目線がちょっとだいぶ高いですよね。いいなこれ。
通話はデッキでお願いしますっていうふうに JR が案内してるのに YouTuber がデッキで喋ってると文句言われる時代ですからね。こんな感じで完全に個室があると、そういう点ではありがたいんじゃないかなと思うんですけども、仕方がないと思います。私は後から声の後付けで解説入れるのあんま好きじゃないんですよね。臨場感もないし、すごく説明チックになってしまって、なんかちょっとこう浮いてしまうなと。私の技術がないだけなんですけども、今近江高島の駅を通過しました。なんか駅前に大きな銅像みたいなのが立ってたな。あれは誰ですかね。いや、いいな、この辺もいいぞ。おだいぶ近い。あ、こんな近づくんだ。あ、すごいな。海沿いを走ってるみたいですよ。わ、すごい綺麗だなこれ。逆光でめちゃくちゃ眩しいですけど、そんなのもう関係なく綺麗ですね。湖西線沿いには確か温泉地もあるから。いや、楽しい楽しい。これ今日のハイライトでいいよ。もういいな、天気も良くて良かったですね。さっきはこの反対側を特急しらさ号で北上していましたけれども、今は西側を湖西線で南下しています。大きな琵琶湖ですけれども、特急列車に乗ればあっという間にぐるっと一周回ることができるわけですね。いやー、すごい綺麗綺麗。砂浜があります。こんだけでかくて綺麗で海みたいなのに舐めても塩辛くないなんて信じられない。 あれに見えるのは琵琶湖大橋じゃないですか。もうこのそんなとこまで下ってきたのか。伊吹山とか見えるのかな、ここから。ちょっともう場所がよくわかんないですけどね、見えない。多分ね、こんだけ晴れてたら見えてると思うんですけど、どれか分かりません。なかなか素敵な名前の宝来駅を今通過しまして、ちょっとずつ街の中に入っていく感じですね。ここ河川柱が立ってる、あそこも全部湖西線なんです。今から走っていくところですね。比叡山坂本とかもうちょい先だったかな。実は湖西線全部乗るの今回初めてで、全然よく分かってないんですけど、昔電車で号で運転したことがある程度の知識しかありません。ここはどこですか。今ワニ川渡りましたね。ワニ川、ワニ駅ってどっかあったな。この辺ですよね。ワニ、漢字で書くとちょっと難しいですけど。いや、だいぶ街中に入ってきましたね。琵琶湖大橋から先のところはまたちょっと小さいなんか湖みたいな感じになってて、ね、結構ヨットみたいなのがたくさん浮いてますね。気持ちよさそうです。もうすぐあと 何十分ぐらいかなで京都に着きます。発車してますけど、トンネルを抜けると東海道本線が合流をしてきました。京都に着きました。さあ降りましょう。これに乗っていったらまた大阪まで戻ってしまう。いやー、快適なサンダーバードの旅でした。さて次はここからまた今度山陰線の特急に乗ります。もう鉄道博物館に飾られてても全く遜色のない車両が止まってますね。どこでも切符、関西版乗れる列車、乗れる特急列車全部乗る、次に乗ります列車はこちら、特急橋立舞鶴5号久美浜東舞鶴駅です。こちらの列車、橋立舞鶴ということで2つの列車が並結されておりまして、使われている列車はこちらになります。北近畿丹後鉄道に乗り入れることになりますので、北近畿丹後鉄道が誇る特急列車を使用しています。中間車のない2両1セットで6両編成なんで、2+2+2 ということで連結しております。人がすごいな。車両自体は結構古い車両なんですけれども、リニューアルされて、有名なあの水戸岡鋭治氏のデザインということになりました。他にもあの橋立の特急はあるんですけれども、この車両 KTR の車両で運転されるのは 1日1往復のみということになっておりまして、京都発は、ね、この列車だけなんですね。ということで今回乗ります特急3本目はこの KTR 8000系橋立舞鶴5号にて綾部まで向かいます。ひとまず綾部まで向かいます。なんかこうブルーの列車ってなんかかっこいいですよね。いいな、ブルートレインもそうですけど、いいな、この芯のある青が大変綺麗ですね。列車の愛称としては丹後の海という名前が付けられています。
カシオペア の、 あの展望車から機関車を見てる感じにも似てますね。こんなこう足元の路盤見えるとね、なんかトロッコ列車に乗ってるみたいな感じですよね、この近さ。いや、いい川を渡ります。これね、6両つながって今私がいるの3号車なんですけど、これ一番5号車とかからね、こうやって眺めたらもっと楽しいだろうな。駅に着くな。ここはマッチ駅ということで、ここから先単線になるんだったかな。いや、信号はでも青ですね。動くみたいですね。もう2列車目の軌道だということで、おお、いいないいな、このポイントをぐにゃぐにゃと渡る感じも。いや、単線になるんだ、やっぱりここから単線だよ。いいぞいいぞ。わあ、綺麗だね。これ紅葉まで、紅葉にはちょっと早いみたいです。おお、すごいすごい。この KTR 麻生型で一番いい席っていうのはここじゃないですかね。いい席という席はないですけどね。最高の眺めです。おお、トンネルがこんな風に見えるのもなかなか面白いです。いやー、楽しい楽しい。前の車両の窓の光がトンネルの壁に反射してますね。トンネルを抜けます。なかなか古そうなトンネルだったな。列車と連合するみたいですね。その上行きの普通列車です。今回の切符には実は北近畿丹後鉄道の線路は乗れる区間に含まれていないんですけれども、このように JR 線に乗り入れてくる北近畿丹後鉄道の特急列車には乗ることができるわけです。 JR 線内だけですけどね。いやー、いいな。ちょっとした街に出てきましたね。もうすぐ綾部かなと思うんですけれども、今回この綾部、次の綾部で、降ります。多分ね、もうすぐ行くかなと思うんですけど、まだ準備ができてないんですけど、綾部駅では前の4両と後ろの2両を切り離すということになりますので、あ、綾部だな。時間は十分になります。東松戸方面へ向かう線路がここで今合流しましたね。
切り離し作業が完了しました。後ろの2両はこの後進行方向を変えて東前鶴方面へ向かいます。1番乗り場から列車が発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。ここから先を単線ですよね。あ、伏線になるのか。いやー、よかったな。また乗りたいですね。さて、3本目の特急に乗り終えました。まだまだこの切符の運行期間内には列車がたくさん特急列車走っておりますので、ね、これからどんどん続くんですけれども、青山で降りた理由もそれです。ちょっと問題が発生しました。この綾部から、木の崎7号で、1つ、まあ、4つ先の福知山に向かう予定だったんですけれども、木の崎7号がね、計画運休といいますか、今運休になっているそうです。運転していないということになっておりまして、ここからね、福知山まで行く必要があるんですが、特急列車乗り継ぎで行こうと思ったんですけどね、これにちょっと乗れないということになりまして、ちょっと今ね、対策を考えているところです。ダメでした。次のね、木の崎号に乗るとね、あのその次に乗り継ぐ予定の特急に間に合わないことに分かりまして、もう仕方がないんで、ここから福知山までの4駅は普通列車を使うことにします。普通列車、ちょうど福知山行きが今やってきたんですけれども、この列車には乗りません。この10分後に来る東舞鶴からやってくる列車に行って福知山に向かおうと思います。やってきました。東舞鶴方面からやってきた列車、これなんですよね。福知山行き、同じ福知山行きですけども全然違う。京都駅の木の崎がやってきました。だいたいここで皆さんあちらに乗り換えられるということで、ガラッとね、開きました。お待たせしました。まもなく発車します。ドアにご注意ください。福知山に到着しました。残念ながら木の崎号にちょっと今回乗ることができないということがもう確定をしてしまいました。ご了承いただきたいと思います。木の崎には乗りませんけれども、同型の車両には乗ると思います。この後乗りますのはこちら、特急コウノトリ20号新大阪行きです。15時45分発ということで、結構まだ時間があるんでね、ちょっとブラブラしようと思います。1時間半もね、時間があるんで、せっかくなんで福知山城でも行きましょうか。せっかくこんな格安切符使っていろんなところに遠出しているにもかかわらず、ずっと電車乗り継ぎばっかりでね、全然観光してない、もったいないんじゃないかというふうに思われるかもしれないんですけど、全然そんなことはなくて、ここまでご覧いただいていた方はお分かりいただけるかと思いますが、もう車窓がね、もうすでに観光なんですよね、この時期だとね。大変も山が綺麗で、もうちょっとまあ紅葉には早かったかもしれませんが、見えてきました福知山城。今回全く観光らしい観光してないんでね、たまにはこういうのしときましょう。福知山はお城とスイーツの街なんですね。あまり調べてないんでよく分かりません。意外と近くて、福知山駅ここでしょ、でこう来て今ここなんですよ。で福知山城もすぐここなんでね、歩いて10分ぐらいかな。福知山城にやってきました。結構もう紅葉とか散っちゃった後なんですかね。いやー、でも立派なお城ですね。そこから福知山城の中に入ることができるんですけれども、このちょうどここに門があるんですけど、この門から見た景色が最高なんですよ。ちょっと見てください。これ前に由良川がありまして、で JR 線と道路のね、道路じゃないな、あれ水道橋か、こうあるんですよ。いや、いいな。ここでこう走ってくる列車見てても楽しそうですね。散ってしまったわけではないみたいですね。これから色づき始めといった感じですか。いや、この辺でも十分綺麗だな。ちょ
ちょっと気になるものを見つけてしまいましたんで、もう一箇所だけ寄り道します。昔の福祉山城城下町の図がありますね。こんな広かったんですね。城下町なんてね、ずっとこうお堀というか壁の中に町がずっとあるんですけど、今残ってるのはこの部分だけですからね。ちなみに現在地はこの赤い点がある場所なんですけども、もう完全に町の中です。福祉山城があちらに見えておりますけれども、ちょうどこの辺りまでが城下町の壁があったところみたいですね。結構大きかったんだな。ポップランド2号館と書いてますけれども、ポップランドということで蒸気機関車がね展示されてるんですね。福知山でもこれツバメのマークだよな。この地域で使われてた機関車なんでしょうね。おそらくゆかりがあるもので置いてあるんだと思うんですけど、ちょっとよく分かりません。説明書きをね見てももしかしたら書いてあったのかもしれないんですけれども、ちょっとよく分かりませんでしたが、立派な機関車が置いてありますね。こんな道に面したところにこんなにポンと置いてあるんですね。1号館は閉店しましたとか書いてありました。1号館というのがこちらみたいですね。商店街の中にありました。福知山駅まで戻ってきまして、次に乗ります列車こちら、この鳥20号新大阪行きです。ガラッガラだな。誰も乗ってないというか、ここ始発なのか。そんなことないよな。7両繋いでますね。いやすごい、ここ始発じゃないと思ったんですけど、ここ始発っぽいな。誰も乗ってませんでした。コウノトリは城崎からのお客さんを待つためにここに45分まで止まるということになるわけですね。残念ながら本格的に特急城崎にはもう片足すら乗ることができないみたいですね。仕方がない。この列車も長く乗りますので、指定席を取りました。ここは1号車搬出グリーンなんで、一般普通車がねこんだけしかないんですけれども、思った通り誰もいません。いやいいな、気分がいいですね。最前列の席だけ特急城崎18号京都行きのコンセントを使うことができます。城崎来ましたね。そこそこ乗ってますね。であっちだから多分こちらに乗り換える方も結構いらっしゃるはずですね。トイレのスペースとデッキに挟まれたこの部分、これデッキじゃないな、この向こうはもうすぐ連結部分なんですけど、荷物置き場っていう風になってますね。本来この場所はサンダーバード号だったらここで電話してくださいのスペースですよね。それが城崎コウノトリの列車になるとこんな風になるんだ。荷物置き場になるんだ。まあそういうことが、荷物を持つ人がたくさんいらっしゃるということを考慮してこういう風になったんでしょうね。まあ、ちょっとでもスペースはなんか広い気がしますけどね、サンダーバードのなんちゃって個室よりは。でここもちょっと広くなってますよ。ここ多分なんかこうへこんでたんでしょうね、飲み物が置けるようにね。裏側とかどうなってんのかな。あ、裏側開いてたんだ。スポッとこう なってたんでしょうね。特急コウノトリ20号新大阪行きが発車します。これにて大阪まで向かいます。福知山城見えますね。あ、こんな感じで見えるんだな。あそこの木結構紅葉してますね。綺麗に見える。うんうん。というわけで福知山線にてこれから大阪の方までまた向かうわけですけれども、もう着いたらね 5時過ぎかな。でも完全にもう真っ暗になってしまってるはずです。私が今回座ってるところはね1つしかないシートなんですよ。前2つでここだけ1つ。別に車椅子用のシートとかそういうわけではなくて、こういう風な構造になってるわけです。まあ、気が楽ですよね。一人で座るところでね。その代わりね、ちょっと窓が遠いんですよね。この感覚だけね。本来はここまでシートがあるんですけど、こんな感じ。その代わりに2つテーブルを使うことができます。
とも、ただいま約5分遅れて甲子園口付近を運転しております。ただいま尼崎に停車しておりますけれども、スーパーハクトが先に通過する必要があるみたいで、そのスーパーハクト号がね5分遅れているそうです。ですのでまだ列車出発できません。先に隣に停まってた普通列車が出発しました。ちょうどあちら側にもコウノトリの豊岡行きが停まっております。あ、通過してきましたね。これでようやく出発できるみたいです。このターミナル駅からの半分で、いやー見るたびに立派だと思いますね。さあ降りる準備しましょう。スーパーハクト号の遅れで5分延着しましたけれども、全く問題ありません。大阪駅です。今日の朝8時2分発の特急ひだ25号で、あの大阪駅を経って約10時間半ぶりに戻ってきました。新大阪行き新幹線との連絡を考えて新大阪行きではありますけれども、もう大阪の時点でねガラガラですね。誰も乗ってません。みんなやっぱ関西方面からのお客さんばっかり、まあ、今日土曜日ですからね、これが日曜だと新大阪まで乗られるお客さん結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。コウノトリ号新大阪行き、先ほど遅れ約3分ってなったのが4分に増えまして、この大阪駅でね抑止をされているみたいです。今ドアが閉まりました。ようやく出発できる模様です。定刻通りに来ないとね、あの他の新快速とかの邪魔になっちゃうんで調整が必要というわけですね。本日多客機ということで堂々の7両編成での運転でした。さあ出発した駅大阪に戻ってきましたので、今日はここまで、また明日から再開、明日またここから再開しましょうというわけには実はいかなくてですね、これからもう一本、列車に乗りまして、その列車で、今日は最後ということになります。さあ次に乗ります特急はどれでしょうというわけですけれども、スーパーハクトもねまだ乗ってないんですけど、これじゃないんですね。はい、ということでこちらでございます。浜風5号鳥取行き、こちらで終着の鳥取までこれから参ります。本日最後にして最長の乗車時間となります。特急浜風5号鳥取行き18時4分に鳥取、大阪を出発しまして鳥取に着くのは22時30分です。今回のこの企画で一番ネックになったところがというか何か所かあるんですけど、そのうちの一つが鳥取にどうやって到達するかというところで、鳥取まで行く列車というのがもう限られてしまいまして、スーパーハクトかこの浜風ということになってしまいます。スーパーハクトは比較的鳥取まで行く列車多いんですけれども、浜風はこの一本だけなんですよね。夕方に出るこれ一本だけしか行かないということで、あとはね途中のどこだったかな、浜坂がどっかで止まっちゃうんで、この列車に乗るしかこちら側から行く方法、浜風に乗って利用する方法はないということになります。これでおのずと明日の朝鳥取からスーパーハクト号に乗るという工程が出てくるわけです。また今回の企画で始発駅から終着駅まで全ての工程で乗車する数少ない特急の一つでもあります。長いですからね、これ18時4分で22時半だから4時間半か。あとはねもう弁当も買いました。秋の彩り弁当ってこうあったんでね買いました。これをもう列車の中で食べて晩ご飯の代わりにしようと思う。もう特急浜風号ですけれども、この列車は全席が指定席ということになっておりまして、必ず指定を取らないと乗ることができない列車の一つということになっております。で今回もこの浜風に一つ指定席の、6回分取ることができる指定席の1回分をねこの浜風に使うことがもう一番最初に決まっていたわけです。今朝ここで 見ましたあの臨時のカニカニ浜風はね6両つないでましたけれども、この浜風午後は3両普通の同じ編成両数での到着となります。それはこんな 夜ねもう22時半とかに着くような列車に乗って観光に行く人というのはまずいないでしょうね。お家に帰る人です。
排気ガスの匂いが、香りがしますね。匂いじゃない、香りですよ、これは。一番のシートはね、窓が小さいんですけど、後ろに気兼ねなく倒せるからここにしました。どうせもう前窓大きくてもね、外真っ暗なんで景色なんて見えないですよ。停車駅三宮ですので、まだ時間十分にあります。それまでに食べてしまいましょう。いや美味しそうだ。ごちそうさまでした。ご飯終わりまして、三宮に着く前に食べきりました。三宮に到着します。席ね、どうしようかなと思って、この後姫路から進行方向が変わるんですけども、それまで起きといて、姫路で進行方向変わるときに席の向きを変えてリクライニングして、ちょっと仮眠を取ろうかなと思います。姫路駅を進行方向変わりまして、万丹線方面へ出発していきます。ここでちょっとしばらく止まってましたね。お新快速がやってきました。奥に見えるのは JR 山陽新幹線。もうあの半分以上寝てたんですけど、終点浜風じゃねえや鳥取に着きました。10時30分ですね。もう眠い。意外と鳥取まで人乗ってたな。10名以上乗ってたみたいですね。バラバラっと降りてこられました。もう鳥取駅はこれが最後というか、もうここから出発する列車はあ、まだあるんだな。向こう側のホーム人が並んでますね。こっち側のホームから出発する列車はもうないようです。反対側にはちょうど倉吉行きの折り返しの列車が到着して、これが多分最終列車かな。乗客がどんどん吸い込まれていきますね。寒いな。いや、さすがに日が陰ると寒いですね。もう夜ですからね。というわけで、どこでも切符2日版特急乗り尽くしの旅1日目これにて終了といたしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。明日はまた朝この鳥取駅から再開します。